魔術師は生贄の脅威とともに死の女王の統治する国へと去りました。タイタニアに刺した影は消えた。コルネリウス、わしに王の資格はない。国はお主に委ね王位を退きたい。私は見ての通り獣の姿、プーカの王など国民は納得しない。弱気になっている場合ではありません、父上。この上は自ら招いた混乱に国王として責任を取るのです。王の資格がない王ならなおのこと、タイタニアに王道を示す時なのです。民に心を向け、誠意を持って公正な政治をなさってください。コルネリウスの最後の願いです。お聞き届けください。どこへ行く、コルネリウス？プーカはプーカの住むべき場所へ。私もあの人への思いに幕を下ろさねば。ベルベット姫、森で待ち合わせたあの時、あなたに伝えたかった。私は生涯あなたを愛する。そうです、私はコルネリウス。姿は変われど胸の内は変わらずに、ただそれだけをお伝えしたくて参りました。コルネリウス様をプーカに変えたのは私の兄イングヴェイです。あなたが望むならあの男を許そう。コルネリウス様、あなたのおそばで償いをいたします。同情と愛情を混同されるな。もうあなたにふさわしい男ではない。この身と心を引き裂いてあなたの元から去りましょう。情けなどではありません。きっと後悔する。いいえ、コルネリウス様。ご覧なさい。あなたを抱き寄せ守る腕はこんなにも小さい。いいえ、前にも増してたくましく感じられます。あなたを招く王宮はもうない。私は今やよるべもない身。コルネリウス様と住まう場所ならばたとえ屋根がなくても。どんな姿になられようとあなたは変わらずあなたです。私の愛も変わるはずがありません。さっきまで絶望にうつろだったこの胸に希望と喜びが満ちてくる。今はいつか人間に戻れるとさえ信じられる。私は何も失ってはいなかった。ベルベット姫、誓います。私の力であなたを必ず幸せにすると。